はここで春名選手の経歴およびクラブスタッフサポーターからのコメントをご紹介したいと思います。宮田さんお願いいたします。1982年10月27日生まれ、熊本県熊本市出身。生まれてから高校までの18年間を熊本県にて過ごす。高校は名門熊本県立大津高校。名古屋グランパス8でスタートしたプロ生活。転機は4年目の2004年大分トリニータに移籍し、飛躍の年とすると、翌2005年の6月に、シーズン途中ながらフロンターレへ期限付き移籍で加入。当時、銀色の頭をした狼のような風貌だった選手は、轟でのデビュー戦で左サイドから鋭いクロスを連発し、決勝ゴールをアシストするという鮮烈デビュー。シーズンオフに完全移籍のリリースが発表され、身も心もフロンターレです。フロンターレの原田を今後もよろしくお願いしますとのコメントに、随分と心を踊らされたことを昨日のことのように覚えています。ベンチ入りもできず出場機会に恵まれない時も、いつ呼ばれてもいいように自分はできる限りの準備をしっかりとしておくだけと口にしていたとのこと。すいません。独特な蹴り方から繰り出される大きくカーブを描くプレースキックは最大の武器。2007年、フロンターレの歴史に残る ACL 出場。J リーグのクラブとして初のグループステージ突破を決めた数多くの記録に残る大会の中でも、あるクラブスタッフが決勝トーナメント進出を決め、控え組中心でアウェーでのバンコクユニバーシティ戦に挑んだあの試合、ただの消化試合と言われ、あの時の選手たちは悔しかったと思う。そんな状況の中で、タクの芸術的なフリーキック、あのゴールは一番嬉しかった。フロンターレが、選手が、サポーターが一つになった大事な大事なゴールだったと話していました。タクちゃんとスタッフからも慕われていたというタク。川崎フロンターレでの公式戦の全記録は49試合出場2得点。あの芸術的なフリーキックはまた見たいけど、フロンターレ戦では絶対に見せないでね。たくちゃん、ありがとう。それでは原田選手に花束の贈呈を行いたいと思います。よろしいでしょうか。はい、それではいつもあのスタジアムに原田選手の横断幕を掲示されておりますサポーター代表で川本優子さんから花束贈呈をお願いしたいと思います。川本さん、よろしくお願いいたします。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いします。それでは原田選手からご挨拶頂戴したいと思います。どうぞお願いいたします。こんにちは。今日はこのような会を開いていただきありがとうございます。僕みたいな選手を、3年半応援していただきありがとうございます。また、フロンターレからオファーをいただけるよう、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。頑張れ。原田選手、どうもありがとうございました。今一度お話しをお願いします。